アフロディーテ TV をご覧の皆様こんにちは、勝木理恵です。今日は、神戸三田にある、S 小山さんに参りました。でもですね、実は私、S 小山さんが目的ではなくてですね、他のことを目的にやってきたんですね。S 小山といえばですね、もう世界的に有名なパティシエさんですけれども、私ね、もう三田のお店ね、お店があるっていうのを聞いてすごい来たいなと思いながらもやっぱりのびのびになってたんですよね。だから今日はね、すごいいい機会をいただいたなと思ってるんですが、お庭とかね、すごい素敵。よくここでね、友達がね、SNS 上げてるんですよ、写真撮ってね。なんか窯勝手に開けてる人いますけど気になる。こんなオブジェがある、かわいい。実はですね、もう何年前になるかな、私のお仕事の関係で、大阪そして、東京、広島とですね、3地点でイベントをさせていただいたことがあるんですね。イベントフェスタをさせていただいたことがあって、その時にすごくお世話になった方々が本日来られているということなので、今日はこちらに来てみました。はい、お庭を抜けてずっと来たところに今日の私の目的地、マルキンさんがいらっしゃいます。現在その熊本の天草にある本店と京都にお店を構えていて、で、それ以外はですね、ちょっと移動販売みたいなことをされているお店なんですね。熊本の天草地方に、丸い形をしたたい焼きがあるんです。初めてね、そのたい焼き見た時はね、すっごいね、ちょっとねテンション上がりました。可愛すぎて、はい。そして初めていただいた時にまたまたテンションが上がったんですよ。めちゃめちゃ美味しいんですよ、本当に。で、なんでこんなに美味しいのと思って、で中のカスタードがまた絶品なんですよ。で、これ美味しいですねっていう話してたら、実は世界的に有名な、S 小山の小山シェフがクリームを監修されてるそうです。で、京都の方のね、お店も行かせていただいたんですけど、その京都でね、お食事というかそのたい焼きを食べさせていただいた時に、あんことね、カスタードのね、ミックスだったんですよ。これがまた衝撃で、またいいバランスなんですよね。美味しいと思って、で、もうコーヒーいただきながら、もうコーヒーも美味しいし、まあ、コーヒーもそのたい焼きに合うようになんかブレンドされてるらしくて、いやもう私の中のね、たい焼きとコーヒーの概念をね、もう本当に覆してくださったお店になります。で、マルキン復活プロジェクトっていうのが出来上がったらしいんですね。で、その時に小山さんと同じ名字である、小山シェフにお話が行って、どうにか力を貸してくれないかということで、このたい焼きのカスタードを、小山シェフが監修をされたらしいんですよ。で、一緒にその時にたい焼き屋さんだけじゃなくて、たい焼きカフェにしようということで、美味しい美味しいね、天草のコーヒーショップの赤い月コーヒーさんってあるんですけれども、この赤い月コーヒーさんと手を組まれて新しくマルキンがスタートしたという流れだそうです。それでは行ってみたいと思います。はい、こちらのお庭からまっすぐ行ったところの駐車場でお店をしております。すごい、くまモンかわいい。あ、しかも一番じゃないですか。なんかいいですね。え、なになに。おー、いいですね。そうそう、かっちょいいな。あ、そうなんですね。京都、何度かお店寄らせていただきました。ありがとうございます。あ、すいません、いただきます。じゃじゃん、甘色コーヒー。これコーヒーもね、めちゃめちゃ美味しいんですよね。はい、赤いチップコーヒーね、本当に。一瞬午前中は、たい焼きサミットみたいな感じで、天草の本店の社長、京都の社長、熊本のフランチャイズの社長、えー
わあ、贅沢な感じだったんですね。残念、午前中は来れなかった。前もお話しましたけど、私コーヒー本来苦手なんですけど、こちらのはいただけますもん。本当に美味しい。何個買って帰ろうかな。多めに焼いてます。あ、よかった。お持ち帰りいただいて、うん、個包装で冷凍してもらって、うんうん、サランダム、はいはいはい、それでオーブントースター、レンジにチンしてもらって、うんうんうん、トースターで焼いてもらうと美味しく、わかりました。じゃあちょっと多めに買っとこうか、うん、10本。ミックスとあんこのシングルが、うん、京都流なので、うん、今回ちょっとミックスしか、あ、そういう意味で、そういう意味でミックスしか売っていうこと、はい、ああ、なるほどなるほど。じゃあミックス、うん、ミックス、それとは30ぐらいでもいいんじゃない？うん、あ、ない？あるだけでもいいです。あ、もちろん。16個あります。16個、はい、あ、意外に少なかった。来るのが遅かった。じゃあ全部買います。全部いいですか？はい、全部いただきます。マルキンさんの、たい焼きの金型です。これめっちゃ可愛くないですか？私ね、この形初めて見たときめちゃめちゃね、ちょっとね、興奮しました。なんか今ちらっと噂話を聞きましたが、はい、東京進出おめでとうございます。はい、今8月31日のオープンで、今4営業日目ぐらいでまだ進出してほやほやなんですけど、熊本の天草から店長を派遣して、女性店長29歳。うーん、すごい若い。場所どこですか？場所は東京タワーからごく近くの神谷町というところなんですけど、ええ、まあ、通常オフィス街ということで、うんうんうん、朝からそのビジネスマンの方々が、まあ、元気が出てくれるようにして、美味しいコーヒーを朝から出したいなという思いで、なるほど、お店を構えています。え、ということは朝何時からですか？朝8時から。お、夕方が早めの6時まで。なるほどですね。へ、はい、赤い月コーヒー東京ではその残念ながらたい焼きは焼けないんですけど。え、そうなの？冷凍で。お、冷凍をレンジアップして、はい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 、でそこからバターをくぐらせて、おバターでくぐらせて提供するバターたい焼き、なんかいうような形で、なるほど、作りたいというところで、それはそれでなんかすごく食べてみたい。東京だけ。あ、でもいいですね、そのご当地でここだけっていうのがね、あるってね。なるほど、楽しみ。じゃあ今度東京行った時には行ってみます。はい、残念ながら土日祝日がお休みで、なんとなるほど、なるほど、あのもうあくまでもということで、なるほど、観光的な場所じゃない感じがします。わかりました、心して、はい、プランに入れます。これ天草のご当地アイドル、女子アナさん、野崎愛香さんの、はい、まあ、一日店長、うちの赤い月コーヒー天草でしていただいて、はいはい、その時の特別ブレンド、いやー、特別って言葉好き。やはり月の名前がついて、うんうんうん、プリンセスムーンという限定ブレンドになります。わーい、え、いいんですか、いただいて、はい、ありがとうございます。いただきました。いつもコーヒーカップ、こういうバージョン使ってるんですけど、このタンブラーも作りましたので、かわいい。これあの似顔絵師さんが描かれてる人ですね。そうですね、豊島空さん、大阪ビューティーフェスタにも来てくださった、はいはい、すいません、なんかご挨拶に来たら逆にいろいろいただいちゃいました。石永さんでした。こちらこそいつもありがとうございます。
変です。マルキシなんてお話をしていたら、初めて来たのにエスコ山が閉まります。営業時間6時まででした。残念。また来ます。またね。